はい、思い出カメラのですね、ビデオの第2弾ということになりますが、まあ、今回はですね、撮影し終わった後の作品の見せ方についてね、お話していきたいと思います。この思い出カメラで撮った写真はですね、本当にね、まるで絵画のように、情報をですね、こううまくはしょってくれるというか、ぼかしてくれてですね、本当に絵のように写りますので、絵のように写った写真をより絵画のように見せるためにですね、まあ、先ほども1本目の、ね、動画でもお見せしましたが、こんな感じでですね、僕はね、プリントしたものをですね、見せています。まあ、こうやって横を見てもらうとですね、本当油絵のようにですね、キャンバス張りをしているんですね。さあ、このね、やり方をですね、今回はですね、ちょっと解説していきたいなと思っております。まあね、裏を見るとですね、こんな感じでですね、もう完全にね、こう布みたいになってるんですけど、このね、どうやって布にね、こう印刷してるかというとですね、布に印刷できるプリンターがあるんですね。それがエプソンですね、 PX3V というね、A2 まで対応する大型のプリンターなんですけれども、まあ、それがですね、なんとロール紙印刷ができるんですね。ここにあるのはもう印刷したものなんですが、こう長いね、この、布にですね、こうもう何枚もの写真がこうプリントアウトされた状態になっています。紙の名前はですね、プレミアムマットキャンバスロールというですね、紙になります。まあ、これをですね、こうやって切っていくわけですが、これプリントの方法にもですね、一応工夫がありまして、まあ、この写真、まあ、ここが僕が撮影したこう絵柄になるんですけど、この側面があるじゃないですかね、この分トリミングされちゃうとちょっと絵柄が変わってしまうので、実はですね、画像処理ソフトを使って周りをですね、こう塗り足しているんですね。こうぼかした状態でこう塗り足した、状態にしています。まあ、このサイドをね、白にしちゃってもいいんですけど、なんかね、これここにもこう連続しているような色がある方が見栄えがいいということでですね、そういう加工をしています。さあ、これもね、もう本当にもう紙というよりね、完全に布なんですけれども、ですからこうやってね、ハサミでね、簡単にね、切ることができます。これをね、まずじゃあ切っちゃいましょうね。よいしょっと。まあ、こういうね、プリントがね、自宅でできるようになったっていうのはですね、非常にね、いい時代になったなと思いますね。はい。で、こんな写真ね、これは長野電鉄で撮影しました。桃とね、元日比谷線の3000系がね、ここにちらっと映っておりますが、何とも言えないね、この油絵のような感じがいいんですが、これをですね、何に貼るかというと、市販のですね、この油絵の額になります。これ F4 というサイズになりますんで、まあ、この額のサイズに合わせてプリントのサイズを決めているというね、感じになります。これをですね、まあ、簡単に言えば、まあ、こういう感じでですね、こう、巻いていくということになります。じゃあ早速ね、やってみましょう。はい、じゃあこのね、プリントアウトが完成したものをですね、この、油絵の F4 のね、枠に貼ってキャンバスを完成させますが、これね、この書いてあるこのちょっとへこんでる方が絵のちょうど裏側になるようにね、貼っていきます。で、これ普通にですね、この、まあ、塗り足してないところをこうやって枠に合わせてね、こうやって貼っていってもいいんですけど、まあ、なかなかそれもね、難しいということで、まあ、僕の場合はですね、まあ、出版の時にね、あるトンボみたいな感じじゃないですけど、これのね、外枠を置いた時にですね、ちょうどね、枠のところにこう線をこう引いてあるんですね。まあ、こうやって置くとですね、非常にね、今からご覧になったら分かる通り、合わせがね、簡単になります。で、これ裏側なので、これをですね、光に、こうね、透かしてですね、こうやってマーク線をね、まあ、大体でいいのでね、引いていきます。はいね、こんな感じ。はい、今度ここね、ここ、はい、でここ、
そしてここで最後かな。あ、もう一箇所、はい、ここで最後ですね。はい、それでですね、8箇所線が引かれましたので、これ定規でですね、これを結んでいきます。まあ要するにね、ここに、額をね置くよという、まあその当たりの線をつけるだけなんですけど、はい、こんな感じでね。まあ今はね、もう我々プロの写真家はね、こう額なんかもね、額入れなんかも自分でやることはなくなりましたが、こういうね、なんかこう手作りでね、やる感じもね、今となっては非常にね楽しくね感じますね。そしてまあこれ要するに4本線をね、引いていきます。まあこれももっと効率のいい方法があるのかもしれませんが、まあ、皆さんね、いろいろね工夫しながらね、いいやり方をね見つけていただけたらなと思います。はい、じゃこれでね4つ線が引けましたね。これで、まあ、この枠、先ほど言ったようにこのねへこんでる方をこう裏側にしてですね、いきます。で、まあ、こうやって貼っていく、あ、ごめんなさいね、こうやってね貼っていくわけですが、ピンと貼るためにですね、順番としては1回この真ん中、2番目、3番目、4番目というふうにですね、各辺の真ん中をねこう止めていきます。最初はねちょっと力を入れてですね、止めていきます。これホッチキスで止めるんですが、こういうね、これなんて機械だっけ、タッカーね、タッカーという機械がありますので、これ立ってねやった方がいいので立ってやりますが、これ合わせてですね、よし、こっち回ってるかな、こっち回ってギューッとね、ほんのーっと引っ張って、引っ張った上でこれでね止めます。こんな感じで止めますね。さあ、そしたら今度先ほど言ったようにちょうど反対側の方ね、ここはねちょっと線がずれてるぐらいなので、ギューッと引っ張りますよ。ギューッとね、やっぱキャンパス張りというぐらいですから張ります。ぐーんと張って、張った状態でポチンとね行きますね。そしたら今度は横側になりますね。これもちょっと引っ張って、グググググググ引っ張ってたら、にゃひ、あ、いいっすね、気持ちいいっすね。はいね、それでここをね同じように4箇所やります。はい、そしたらここにシピッ、はい、まあ、これでねひとまずね、こんな感じでですね、仮止めが終了しましたね。こういうねキャンパスのね釘でね止まっているような印象はありますが、これだけ小さい額だとですね、このタッカーの力でですね十分ね、止まるんですね。じゃあ続いてちょっとね真ん中だけだと心もとないので、周りもね数箇所、タッカーでね止めておきます。いきます。はい、引っ張りながらこんな感じでねやっていきます。これもめんどくさいですが、丁寧に順番通りねやっていきましょう。はい、いきます。はい、こんなのね、お子さんとね一緒にね撮った写真をねやったりしたら、すげえお金を出してもね買えない、額になり、オリジナルのね額になりますのでね、ぜひ、ね、やってみてください。はい、はい、そしたらこんな感じでね溜めていきます。よいしょと、はい、グッ、はい、そしたらですね、この四隅ね、このふにゃっとなっている四隅なんですけど、これが完成したものをね見るとね分かるんですけど、まあ、できればねこう上に絵が平らになってて、横にねこう横もこう平らになってる、
というふうにやるんですが、まあ、うまく折ってですね余った部分を切るというね方法でねやっていきますね。はい、じゃあね今度ねこの耳の部分をやっていきますが、今度はねこれ縦位置になりますので、さっきのとは違ってねこう上が平らね、まあ両方平らなのかね、上の部分をこうやってね見せるようにします。でちょっとここに空間をこう作ってですね、これ どうやったら説明できるんでしょうね下のこのね部分とここちょっと折り目をつけながら、ちょうどねこの真ん中ぐらいをこうやって持って引っ張っていくんですね。はいはい、それでこの上を折り返していくとこう自然とですねこうなんて言うんでしょうね、分かりますかねこういうふうになるんですね。これもう手を離してもね意外と大丈夫な感じになっておりますので、まあ、ここにねこのちょうど三角形の重なっている部分にですね一つだけ釘をね打っておきますね。この釘もね金色のとか銀色のとかいろいろあるんですけど、まあ、今回はシンプルなね、銀色でねいきたいなと思います。はい、じゃあここでね止めていきます。はい、こんな感じでね1箇所止めました。ちょっとこれで4箇所やるんですが、今ここだけねちょっと仕上げちゃいますね、同じことを 4個やるような形です。さあこのね折ったらですね、今度はこの、余ってる部分重なってねこう余ってる部分をこう立てていきますね。で立てた状態で、まあ、ちょっと折り目つけつつ、ここをねハサミでねもう切ってしまいます。このハサミを使ってですねこのやってる部分を手を切らないように気をつけながらこうやって切ります。そうするとですねこんな感じでね綺麗な、切れ目ができるんですね。はい、でそこをまたですねタッカーでねちょっと止めていきます。じゃあこれをまたね、タッカーで止めていくことになります。またこうやって引っ張りながらこう止めていって、そしてですねこの切れ目のところはちょっとこれに沿った形でねこうやって止めていきます。はい、同じようにですねこれもじゃあ真ん中からいきましょう。はい、真ん中から外に行くような感じで引っ張りながらはめていきますよいしょと、グググググ結構力入りますね。そして最後ここね止めて、そうするとですねこの一つの角がこんな感じで綺麗にできるわけなんですね。これを4回繰り返していきます。はい、ということでですね、4箇所、全部ね同じ作業を繰り返しましてできました。キャンバス張りができましたがね、やっぱりこの横にね、釘がないとちょっとねキャンバスっぽさがないので、ここにね釘を打っていきます。まあこれもねほとんど飾り釘のようなものなので、まあ、適当でいいんですが、何枚もやる場合はねこんな感じでね、長辺短辺のね、印をこう、つけておいて、そこにねこうまあなんとなくマークをつけておけばね、等間隔でね、打つことができます。じゃあ ねあとはもうこれは楽しい作業ですよね、本当に、あとは打っていくだけです。いきます。はい、これをね、もう本当これをやるとねすごいね絵画っぽいね仕上がりになりますね。はい、あ、もうちょっとかな。自分でつけた印が分かんない、この辺かな、この辺だね。はい、ありました。はい、行きます。音だけ聞いてると何をしてるんだと周りの人はね思うと思うんですがね、非常にね楽しい作業でございます。でもねこんなのもね今のお子さんはねあんまりこうトンカチとかもね使わないのでね一緒に作ってあげるとね
またね、楽しいと思いますよ。ね。はい、こんな感じでですね、まあ、一辺できました。ね。これを周りにね、またこれから全部打っていきます。はい、これでね、完成しました。ね、あの布の、にプリントしたものをね、こうやってキャンバス張りするだけでですね、またね、この、思い出カメラの優しいね、描写力と相まって非常にね、雰囲気のある展示になるんじゃないかなと、額装になるんじゃないかなと思います。ただまあこのままでもいいんですけど、僕はねもう一つね、まあ、前々から結構やっていたんですが、これにね、油絵用の盛り上げ剤をね、塗るっていうのをねやってるんですね。まあ、どんな感じになるかというとですね、もう塗ったのがありますので、まあ、こんなね感じになります。これね、あの真正面から見るとあれなんですが、こうやってねこう光らせるとですね、光るかな、結構あの油絵っぽいね感じがね分かるんじゃないかなと思います。まあ、ただでさえねこう絵画のようなね、風合いの写真、そしてねキャンバス張りのものをですね、この盛り上げ剤をね、塗ることによってですね、さらに油絵のように仕上げようというね狙いになります。まあ、写真とね、絵画のいいとこ取りとね言ってもいいんじゃないでしょうか。でね、これもね実際にねこれからね塗ってみたいなと思いますね。どんな風になるんでしょうか。じゃあねこちらに、作業場がありますので、そっちでねやりたいと思います。はい、じゃあ実際にね今からあの盛り上げ剤を塗っていきますがね、あのまずこの絵柄なんですけど、これはあの割とねごちゃ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 した絵柄でですね、奥に山があって、手前にねすごい手前に桃のね枝があります。こういうねごちゃごちゃしたやつの方がこのね盛り上げ剤を塗るのにはねですね適しているんじゃないかなと思うんですね。まあ僕はねもう全然あの油絵のねあの経験はありませんが、あの小さい頃からですね、あのとんかつとかコロッケとか油もんは大好きだったんで、まあそのね経験が生かされてるかなと思って生かされませんね。あのでも一回ね、あの何て言うんでしょう、こう絵の専門家にやってもらったことがあるんですけど、やっぱり絵の人は絵の人でプロなんでね、こう忠実にやっちゃうんで、かえってねなんかね変な感じになっちゃったっていうのがあるんで、まあこの辺はねもう僕の感覚でいつもねやっちゃっています。主に使うのがねこのね、まあ、太めの、筆と細い筆、のね2種類になります。そして、そのね盛り上げ剤なんですが、こんな感じでね、なんて言うんでしょう、こう生クリームのような感じでありますが、これねあの、まあ、木工用ボンドに近いかなと思います。塗るときは白いんですけど、後でね乾きますね。まあ、そんな感じでねやっていきます。じゃあまずちょっとね濡らしてねで最初にですね、まあ、最終的にはこの手前のね、桃とかに形をつけていくんですが、これ塗るとね全体的にね光沢になるんですね。ですからその全体のまず光沢を、塗っていきます。ですからレイヤーのようにですね、一番下の方から先にね仕上げていくという感じです。で最初の、方はね割とね大胆にね塗っていってしまいますね。こんな感じでね、こうやって見ると本当真っ白いね感じですけど、それで僕はですね好きなのがこう筆のねこういう風合いというかね、筆のこのタッチをねわざとこうつけるんですね。まあ、ここら辺はねあの本当に絵の専門家の人には全然絵のね、タッチと合ってないのでやりづらいのかなと思いますけど、僕はそんな関係ないんでね。これ見た後で見ると分かりますけどね、光った時にねこういう模様をつけてるとですね、あの本当に絵で描いたように見えるんですね。まあ、後でまたここら辺のね桃の果実とかは葉っぱとかはやっていくんで、まず全体的にね、塗っていきますね。はい、
こうやってね全体を見てると分かんないんでね、こうハイライトをねの方をこうやって見ながらね、こう光らせながらね、こうどういう感じでね盛り上がってるかっていうのをね、見ていきます。もともとはね、その贋作を作ったりするのに使うね薬剤なんですが、ちょっと写真なので少しね、光沢が出るように調合してね使っています。で結局最終的にね残るのはこの空の白い部分なので、ここら辺のねタッチが後でいじれなくなりますので、ここら辺をねいい感じに仕上げておきます。その他のものの部分は後でどうとでもなります。こんな感じで、で次にですね、この手前の、電車の横にあるね道なんですけど、これをねあのかバリバリ硬くなってる、この道をですねこっちに来るような流れをね作ります。絵画教室みたいになってますけど、全然絵を描けませんからね、はい、いいんです。こんな感じでですね、これはこう絵の雰囲気に合わせてですね塗っていきます。で次はこう山のね稜線をちょっとねつけていきます。でこの山の手前に木があるので、ここがまた後でできるのでね、山の方を先に完成させていきます。で今度この草、ちょっとねうにゅうにゅっていう感じにしちゃいましょうかね。これも光らせながらねうにゅうにゅって感じにしていきます。これ絵柄に合わせるっていうよりは、この盛り上がってるところと盛り上がってないところの明暗さがね、こううまくキラキラするような感じ、こう実際に光らせながらね見ていった方がいいかなと思います、ね、で列車は後でまたね細かく直していきますね。何をやってるのかね完全に絵を描いてるようにしか見えないかもしれません。これ今白多くなってますけど、乾くとですね透明になるんですね。でなんとなくこう絵柄に合わせながらふに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 とね、重ねていきます。柄に合わせてわざと直線的に塗ったりします。でこれ今結構盛り上がっているように見えるんですけど、これ乾くとねちょっと一段ね引っ込んじゃうというかしぼんじゃうんですね。だから、まあ、多分ですねこれも一回乾いた後にもう一回ね、塗るような形になるかなと思います。それでこの細かいところはですね、この裏側とかですねこうやってこじいていくんですね。電車のねこの顔の部分とかですね、あとこの踏切とかね、踏切もちょっと塗ってくる。こういうところは絵柄に合わせてねやってあげるとねいいかなと。あんまり溶かすとね今度はこう薄くなりすぎちゃうので、
大体こう適当にまずやってから、もう少し伸ばして、そこに残して、あとはねこれでねこじこじするんでね。そうするとここだけちょっと光らせて見てもらうとですね、絵柄が見えなくてもなんとなくですね、光のねこう陰影だけでもうあのなんとなく何があるかって分かるようにねしていくわけですけど、だからこれ窓辺でね僕いつもねやってるんですけど、ハイライトのね感じを見ながらですね、絵柄が見えなくても一応列車の形が、列車がどこにあるかって分かるぐらいな感じの描き方にしています。特に列車はねこの窓のところをねこじってあげると結構ねそれっぽい形でね、浮かび上がってきますのでね、ただこれもね1回だとまたねへこんでしまいますのでね、はい、じゃあ次は葉っぱの部分に行きます。はい、じゃあ次はね葉っぱの部分、ここは結構ね大胆にやっちゃっていいんじゃないかなと思います。細かい部分はまた後でね細い筆でやっていきますが、この桃ちゃんも後でね直しますので、葉っぱの部分をね、でお空の部分にはあんまりはみ出ないようにしていくと、これぐらいだとね結構ねへこんじゃうんですよね。後でね、そうやって盛り上げすぎるとね、なんか気持ち悪いになっちゃうんです。まあ、なんとなくね、この木の感じに合わせて塗っていきます。で、山の部分と重なった部分は手前の木の方を生かすようにいきます、ね。ここからも細かい地味な作業になっていきます。じゃあ今度はですね、この最後この一番手前にね飛び出てくる桃をね一個一個こう盛り上げていきます。いいですね。でもね、もうあと1回乾かしてまたやんないとダメ、多分盛り上がらないと思うんですが、こんな感じでね、ちょっと、あ、かわいいですね、割とね、ももちゃんがね浮かび上がる感じで、うん、まあ、とりあえずは最初はこれぐらいでですね、あとまあ1日乾かして見てというところもありますね。よいしょと、ちょっと立体的な感じにねつけていきます。うい。よろしいんじゃないでしょうか。はい。まあ、こんな感じでですね、ちょっとまあただの真っ白な感じですが、これ一回乾かして、ここまでね今ちょっとボコボコになってますけど、少しまた引っ込んじゃうんですね。そこでまた塗り足していって、どんどんね、油絵のような感じにね仕上げていくわけなんですね。いやー、乾いたらどうなるか楽しみですね。